はい、こんにちは、カズです。今日はスパシャンから出ているカーシャンボール、これを使ってみたいと思います。はい、それでは今日はですね、スパシャンから出ているカーシャンボール、これなんだって言ったらね、これあの車のシャンプーでね、今までね、こんなの見たことない、なんかちょっと変わった商品だったんで買ってきました。はい、ちょっと開けてみましょうね。よっこいしょと。はい、シャンプーがなんかね、洗濯洗剤、そう、なんかね、こんなビニールに入ってんの、ジェルボールみたいな感じです。そう、ビニールって言わないよね、これね、ジェルボールっていうのね。このなんかね、5色あって赤、ピンク、黄色、緑、青、はい、この5色入ってます。で、5色ともなんかね、匂いも違うみたいで、本当に、いや、だからさ、わかんないから、匂い違うよって書いてないよ、書いてるよ、5色、あの、そう、5つの匂いがって書いてんだよ。本当だ、書いてるでしょ、書いてた。そう、だからさ、いつ匂いあるんだよ。でもさ、これさ、やってみないとさ、どんな匂いするかわかんないから、これも後で、あ、もったいないけど1個ずつ割って、うん、ちょっと匂い嗅いでみる。はい、うん、はい、これパッケージ可愛いよね。ね、これね、いいよね、これね、他で見たことがないからちょっと面白くてさ、うん、で、まあこれね、使い方は、バケツにカーシャンボールを1つ入れますと、これね、1個ね、ステップ2がボディの表面を水で流して冷ましておくと、でよくあの砂とかほこりとか落としておくよと、うん、でバケツに入れたこれを水で勢いよく溶かすと、そうするとこう、この表面のビニールが破けてよく泡立つと、シャンプーが出来上がると。でそのシャンプーで洗車しますという、まあただ単純にそれだけのことでございます、うん、はい、でこれ15個全部で、でんでん15個、各色3つずつ入ってて15個で、値段がね、1500前後だったかな、まあ、多分あの量販店とかでちょっと安いかもしれない。1個100円ぐらい、まあ、ちょっとお値段はね、あれだけど。で、何リットル作れるの、これで。何リットル作れる、1回分作れる、1回分で人それぞれや、1回分、多分4リッターぐらいじゃない、うん、本当に、これ多分そうだと思うよ。2リットルで1回分じゃんとか言う人もいるじゃん。まあそうだよね、まあ、4リッターバケツで1回分ぐらい作れるんじゃない、これきっと。本当、うん、まあいいや、まあ、その辺もちょっとさ、泡立ててみてさ、やってみようよ、うん、うん、じゃあまず匂いチェックいくか、うん、1個ずつ割って匂いチェック、うん、それじゃあこれまず匂いチェックね、うん、懐かしい、これね、何パーセントって、あの初めから見てる人は分かると思うんだけど、これに1個ずつね、こうやって入れてってね、で中割って、匂いがどんな匂いなのか、はい、確認していきたいと思います。はい、何色から、はい、何で割ればいい、指で割る、いや、やってみるか、指で割るか、だからこの手袋入れるのか、それか水ちょっと濡らしてみよって、水で濡らすとさ、割れるのかな、そういうもんなんじゃないのかな、水、メガネシャンプー、そう、メガネ、中水で、そう、中水です。はい、ちょっと濡らすよ、これで割れるのかな、あ、ちょっと洗剤入ってくるさ、なんで洗剤入ってんの、ちょっと洗剤系が抜けないんだよね、いや、じゃあ普通に水出しちゃいいじゃん、でもそれだとさ、これ割るよあ濡れたら割れる、濡れたら割れた、溶けたこんな感じ、うん、お肝すごい、匂い嗅いでみ、あ、はあ、匂いする、するよ、するする、でもこれ手で割った方がいいな、なんか混ざる、うう、うん、え、手で割ったらあれじゃん、全部一回一回洗わないと、そうだね、そうだね、なんかないかな、弾けない、弾けるかもしれない、ね、なんか臭、水塗ったらすぐ割れるけど手では簡単に割れない、なんで筆の方でやるとするの、筆で、筆に洗剤ついちゃうでしょ、筆でよ、割れないでしょ、暴れた、え、匂い違う、わかんない、ちょっと待って、どうだい、あー違う、青か黄色だったら黄色の方がいい匂いする、本当、なんか黄色、爽やかな感じ、ちょっと青、どんな匂い、印象的に、車の洗剤、車の洗剤って感じ、なんかケミカル、へえ、匂いする、ねえ、うう、弾けとった、赤、赤、うわ、ああ、ピンク、ピンク、え、何、
赤どんな匂いなの？なんか甘い。甘いの？あ、おー、うんうん、ピンク嫌いじゃない？本当？最後グリーンね。かわいい。でもピンク、ピンクかわいい、うん、わ、なんか洗濯洗剤っていう感じじゃない？緑、うん、見た目が、え、緑ね。なんか料理でもしてるみたいな感じ。うん？あ、何？あ、あ、あ、うん、あ、うん、あ、はーちゃん、はーちゃんこれ黄色とピンクがまだ好きかも。ちょっと、まだ俺だ。あ、あ、なんか甘くないですか？甘いね。なんか基本の匂いは一緒なんだよ、基本のさ。え、そう？ん？うん、あ、あ、あ、うん、はあ、はあ、あ、これ春的にはどの匂いがどう好きなの？これとこれが好き。黄色とピンクだ。これとこれは同じ系と、うんうん、これちょっと、ね、うんうん、甘いんだろ、赤は。それこそ AD っぽい、うん、オートブライト系のちょっとフルツ系だ、甘い外国って感じ。これはね、ほんと車の臭いケミカルみたいな、うんうん、これなんだろう、なんか似てる匂いのあったんだよな。どれだっけ、忘れちゃった。頭痛くなる匂いするそれ、うん、あ、緑はね、ピンク良くない？ピンク好き、ね、なんかピンクさ、うん、柔軟剤みたいな匂いする。あ、柔軟剤か。洗濯物の匂いする。あ、うんうん、分かる分かる。これでもちょっとさ、うん、なんていうの、うん、なんていうんだろう、黄色ね、さっぱりめ。そう、黄色結構ね、薄いの、匂いが、うん、そんなに強くない。レモン風味のわたあめみたいな感じ。うん、うんうん、確かにね、あ、うん、赤ね、赤なんか甘いよね、うん、赤かピンクいいわ。俺は赤かピンクがいいな。なんかいいとしたら、こっち、うん、そうだね、赤、ピンク、黄色が、うん、いいかも。緑もね、悪くない、悪くはないんだけど、うん、でもブルーごめんなさいだね、ブルーちょっとごめんなさい、ちょっと一番あるかな、頭が痛くなる、うん、緑、うん、トイレ、うん、勝手に好き嫌いの順番をつけるとしたら、ピンク、赤、黄色、緑、青、こんな感じだよね。こんな感じかな。はーちゃんは黄色と赤どっこいぐらい。黄色と赤どっこい。じゃあこここんな感じか。違う、はーちゃんピンクが一番いい。あ、ピンク一番いいんだ。あ、そうか、こうね、はーちゃんセレクトこうね、そこ、ここはだってちょっと好み、うんうん、これは知り合いの匂いがする。どの知り合いだろう。へえ、なんかカーボンみたいな匂いするんだよ。なんか車、あの竹炭というかさ、炭素系の匂いがするんだよな、ちょっと。なんか、うん、おばあちゃんちとかこんな感じ。だからそうそう、だから炭素系の匂いがする。こんな感じ、うん、好き嫌いは分かれるかもしれない、うん、ね、はい、うん、ただ青はちょっと好きじゃない、うん、まあ青はケミカルっていう匂い、うん、そうだね、はい、うん、以上匂いチェックでございました、はい、じゃあ次泡立たせてみます。ではカーシャンボールの青をそこに置きました、うん、これに水を、勢いよくかけると、うん、そうするとあれが割れてシャンプーが泡立つと、うんやってみます。これに割れるのか？割れんだろ？あ、割れねえじゃねえか。あ、割れてんのかなこれ。あ、割れてんだねこれね。だん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 こうしぼんでいくもんね。ほら、割れた。おお。おお。おお。匂いは？する。する。でもすぐ泡立つっていうか、え、これ下に網あるからだ、そうか、フリットガードがあるからだな、うん、おお、匂いするね、うん、うん、でもこのバケツめっちゃ入るからさ、まあある程度は半分ぐらいまでかな。そんなに？これ8リッターだっけ、元が12とかじゃなくて12リッターだったっけか、わかんない、うん、でもそのぐらいまで入れてもさ、まあこれでどのぐらいかな、それでいい感じ、3分の1ぐらいでしょ、ってことは4リッターぐらい、もうちょっといってんじゃない、もうちょっといってっか、うん、でもそれでもあのちっちゃいのでさ結構十分泡立つね、うん、うん、このぐらいにしときましょうか、はい、はい、じゃあこれでちょっと洗車してみます。じゃあ水流すよ、あの車、うん、じゃあこちらのオッティをよろしく洗車します。はい、まとめきれいだ、めっちゃ弾く、ちょっとあなたこれ何、これこの水弾き、これですか、これその素晴らしい水弾きは、これ何かけたの、これルークス、んルークスレインコート、そうです、それあなた動画で使ったことあったっけ、あんまりない、あんじゃない、あったかすごい水弾くね、母ちゃんの大好きです、すごいね、すごくない、すごいね、これはあのガラ、あの
ガラスコートです。あ、ガラスコートね。G コート。はい、G コート。はいはい。あの緑のやつね。はい、ああ、ちゃんとしてるわね、ちょっと。ちゃんとしてるでしょう。俺も DM よりちゃんとしてるわね、これ、ね。すごいでしょう。うん、ああ、じゃあ初心者買うそうか。あ、よし、はい。さよなら。はい。ほら、ああ、すごいね。ちゃんと弾くんだよ。すごいね。みんな、うん、見て。綺麗に弾くね。ちゃんと弾くの。こんなことやってんじゃないんだよ。見て見て、横窓はね、浸水なんだよ。見て見て、みんな。はい、浸水です。浸水だよ。はい、はい、浸水です。浸水だよ。サイドミラーも浸水なんだよ、ちゃんと。へへ。へへ。はい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 。ちゃんとしてるでしょう。はい、ではこの、アストロプロダクツさんで買った。もじゃもじゃ。そう、マイクロファイバーがついたオレンジ色のスポンジ。初めて使います。どんなもんか。これでやってみたいと思います。はい。はい、すごい泡が取れるんだけど。すごい取れる。すごいね。すごい。どんな感じ使い心地？スポンジ？うん。スポンジはね。普通？普通。うん。普通普通。今ちょっとまだわかんない。まあでもね、絞るとこう泡が出てくるからさ。この辺はいい感じじゃないかな。あとこうなんかこうグリップがついてんだよこれ。うん。ベルトがさついてて落ちなくていい。はあ。よくさスポンジ落とすでしょ。落とすね。落としたらさ砂利とかついちゃってさ、うん、よくないじゃん。まあね、それがこれはないね。おう、うん、それいいとこかも。シャンプーはね匂いするね。うん、泡立ちは悪くないよ。ほらほらほら、色はないね。色ね、思ってた、うん、青だけど色はない。ちょっと期待してたんだけど。そう、ちょっと色あんのかなと思ったよね。うん、うん、そっか、もうちょっとでも泡がこう、うん、残ってネバッとしてくれるといいな。ちょっとサラッとしてる感じだね。うん、ちょっとすぐ流れるのが気になる。そうなんだよね、うん、そんなことが分かるようになってしまった。スポンジのせいもあるかもしれないから、スポンジを元に戻してみようか。うん、スポンジをいつものに戻す。うん、シャバシャバ。うん、変わらんな。うん、うん、あのもうちょっと少ない量でさ、あのやれば。そうだね、水多かったかもしれないね。それか、なんか2つぐらい入れ、もう一個入れてみようか。今から？うん。今から？うん。よし。あ、さっきより全然いい。うん。うん。うん。ちょっとあれだね。一つに対して何リッターの水を入れるかっていうのが分かりづらかったから。ちょっと今回今シャバシャバにしちゃった感じだね。ああ。それが適量が分かれば多分そんなに問題ない。うん。臭、うん。匂いはするねやっぱね。うん。よし、流します。はい。はい、それでは今日はスパシャンから出ているカーシャンボール使ってみました。はい、はい、なんか面白かったよね。うん、あの匂いがね5つあってね。とりあえずピンクだけの箱が欲しい。はい、ピンクだけの箱、ピンクだけで十分だと。うん、とりあえずこのピンクだけの匂いで、うん、春的には十分と。うん、はい、まあ、泡立ちとか洗浄力っていうのはまあ普通のねカーシャンプーとそんなにね、うん、あの大きく変わらないと思います。はい、で今回ちょっとね大きなバケツで使っちゃったんで少しシャバシャバになっちゃったけど、多分4リッターぐらいのバケツで使えばちっちゃい車ならね十分洗車できると思うし、うん、これ1個で泡立てれば十分な量だと思います。うん、であのシャンプーを使いすぎないで済むしね。はい、そうだね。うん、でもあの大体何リッターって書いておいてくれると。そう、それが欲しかったね。ね、うん、1個入れてさあの4リッターのバケツで泡立ててくださいとかさ書いててくれると水入れすぎちゃってちょっとシャバシャバにならなくて済んだかなと。そうだね。うん、そこだけがねちょっとね分かると助かるかなってところだな。うん、
それ以外はね面白いなと思って、うん、まあ、今後どういう風に使うかっていうのは分かんないけどあと値段だな、ちょっと、ね、ちょっとな値段がちょっとあれだけど、まあ、でも最初洗車初心者の人にはいいかもしれない、うん、あの容量が分かんないから俺らなんてもう適当にさジャバーって入れてさ、うん、シャンプージャバーって入れて適当にジャーって泡立てるじゃん、うん、どんどんシャンプーなくなってくんだけど、そうこれだとねあの15回分きっちりあるからね、うんうん、多分1年は持つよ、そうだね、あの普通の人なら、うんうん、はい、今回はスパシャンのカーシャンボール紹介しました、うん、本日の動画は以上です、ご視聴ありがとうございました。